平成30年6月3日第21回阿蘇マルシェが阿蘇草原保全活動センターで開かれ、晴天のもとたくさんの人でにぎわいました。午前7時阿蘇マルシェがスタートすると、まず搾りたて牛乳が先着100名に振る舞われ、毎回早くに完売する内の巻料理維新の会の朝ごはんにはすでに長い列ができていました。この日の朝ごはんは、カレーなる食卓と題して5種類のカレーが準備され、阿蘇の赤牛カレーや辛口の中華カレーなど、地元のホテルや旅館、飲食店の料理長らが手がけた料理を美味しそうに口に運んでいました。お天気に恵まれると、阿蘇マルシェでは熱気球が空に浮かびます。雄大な阿蘇の自然を空から楽しめるとあって、親子連れなどが早朝の空中散歩を楽しんでいました。ステージでは地元のスポーツクラブのヒップホップダンスや子どもたちによる和太鼓が披露され、阿蘇マルシェを華やかに盛り上げていました。また今回の阿蘇マルシェは、マルシェ会場をスタートゴールとする第2回温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉との同時開催となり、九州各地や遠くは関東からおよそ240人が参加しました。開会式では阿蘇市長から参加者にエールが送られ、まず阿蘇の日本酒や酵素ジュースなどで乾杯しスタートしました。このイベントは温泉地を拠点に、その地域の食や自然、文化を取り入れながらウォーキングを楽しむ ANA ホールディングスの特別協賛で全国展開されているもので、阿蘇市では昨年に続き2回目の開催となります。コースには阿蘇の食材をふんだんに使ったメニューやお酒が7カ所のポイントで振る舞われ、参加者は全長およそ7キロのコースをそれぞれのペースでゆっくりと楽しんでいました。阿蘇マルシェの後半では恒例のお買い物スタンプラリー抽選会が行われ、マルシェに出店した店舗から豪華な商品が次々と提供されるからくじなしの抽選会ということで、参加者は思いがけない豪華な商品に大喜びしていました。会場には阿蘇のグルメや新鮮野菜などが並び、今回はいつもより長く午後3時までの開催ということで、朝ごはんだけではなくお昼ごはんまで、また乗馬体験など阿蘇ならではの体験も楽しめる、たくさんの笑顔あふれる阿蘇マルシェとなりました。次回の阿蘇マルシェは今年の秋に予定されています。